ダフネ・アクハーストは、オーストラリア・シドニーシア・シュフィールド出身の女子テニス選手である。全豪選手権で女子部門の黎明期に活躍した選手で、女子シングルスで5度、女子ダブルスで5度、混合ダブルスで4度優勝し、総計14勝を挙げた。フルゲームは、ダフネ・ジェシア・ハーストという。最初は、ピアニストとして才能を表し、音楽学校を卒業した。 音楽教師になった彼女はテニスは全くの独学であったというがそのテニスでオーストラリアの歴史の黎明期を築いた現在は全豪オープンとして知られるテニス大会は1905年に第1回大会が始まったが最初期の全豪選手権は男子シングルス男子ダブルスの2部門のみであった女子シングルス女子ダブルス混合ダブルスの3部門は それから17年後の1922年に第1回の競技が行われた。ダフニアクハーストは1924年第3回大会で女子ダブルスと混合ダブルスの2部門を初制覇した。女子ダブルスではシルビアランスと混合ダブルスではジム・ウィラードとペアを組んで優勝する。1925年の第4回大会でアクハーストは女子シングルスでも初優勝を飾り、 女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門制覇を達成した。初めての女子シングルス決勝では、第1回大会から4年連続で決勝に、進出していたイスナボイドを1から6、8から6、6から4の逆転で破っている。1926年の第5回大会では、アクハーストは女子シングルス決勝で、ボイドに連勝して2連覇を果たすが、 女子ダブルスと混合ダブルスではタイトルを落とした。1928年と1929年にアクハーストは2年連続でハットトリックを成し遂げたが、1928年度の混合ダブルスではフランス、四十士の一人として知られるジャンボロトラと異色のペアを組んだこともある。ダフにアクハーストの全豪選手権以外の4、大体会成績は、 全豪で2度目のハットトリックを達成した1928年に、全仏選手権でベスト8に入りに敗退、ウィンブルドン選手権でベスト4進出に敗退があった。同年のウィンブルドン選手権混合ダブルスで、アクハーストは、ジャンボロトラとペアを組んで決勝に進出したが、パトリックスペンスエリザベスライアングミに5から7、4から6で敗れて、準優勝に終わっている。 1930年2月26日、ダフネジェシー・ヤクハースとはタバコ製造業者のロイストン、スタッキー・カズンズと結婚した。1931年の全豪選手権、女子ダブルスで、ダフネ・カズンズ夫人は、ルイーズ・ビカートンとのペアで2年ぶり4度目の優勝を飾り、これを最後に競技テニスから引退する。夫妻には一人の息子が生まれたが、第二子の妊娠が子宮外妊娠となり、 彼女は1933年1月9日に29歳で休止した。その死を糸み、全豪オープンの女子シングルス優勝カップには、彼女の名前を冠した、ダフネ・アクハーストメモリアルカップの名前が与えられた。ダフネ・アクハーストは2013年に国際テニス伝堂入りを果たした。ありがとうございます。